おはようございます、神玉です。本日は今から富山県に向かうのですが、もう大雪が出ているということで無事に着くか不安でございます。行ってまいります。今11時35分で10時42分の電車がまだ行ってない。やばい。なってた片桐さんの美容室に来ました。やばい、本当にやばい。何年ぶりですか？もう4年ぶりぐらい。だって私の昔の男の時ですもんね、多分。やばい、はるばる。いや、来ました。ありがとうございます。とんでもないです、こちらこそ。あ、嬉しい。今日はどうしましょうか？今日はちょっとなんか片桐さんの後ろが丸い感じがやってほしい。あ、いいよいいよ。何もつけてない状態で。かわいい、かわいい、かわいい。私の輪郭が生かされてる。すごい。色はめっちゃ伝わってます。伝わってる。わーい、できた。できた。わー、ありがとうございます。お疲れ様でした。でもないです、全力で伝わると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。富山でお仕事です。なんかめっちゃ変な人いる。ちょっと顔バレしないように変装してきて。いやいや、これでわかるわ。よろしくお願いします。お願いします。あ、そうか、喋ってない。木村拓哉です。いいと思った。パークさんの畑のベンツに乗って現場に向かいます。一回ね、時間あるからうち乗ります。え、突撃パークマンさんの応援チェック。これだってこのメドルがなんか緊張するんですよね。俊介君の音。こんにちは、神玉です。ヤシビローブキャプテンのパークマンさんです。今日ね、おいら富山エゴマ伝道師っていうのやってんだけど、はい、おいらが育つエゴマから取った種、その種から搾油油を作ります。取ってんな。ちょ後ろ、後ろ、後ろ取って、ちょ取って、すごい取ってきましたね。昨日から富山のね、雰囲気なんですけど、今日室内での作業なんで、はい、こちらが、ね、今工場なんですから、エゴマの搾油の工場です。こんな知ったかで言ってますけど、何するかとか全然分かってない。ということで、もうあとは行ってスタッフさんにお任せしたいと思います。レッツゴー。エゴマあっちですよ。いや、多分日本で一番キャップが似合う。キャップが似合うじゃないですか。似合う。このエゴマの種、これは油になれちゃなるのかな。そうなるといいんですけれども、こちらの機械にかけて圧力をかけてこうじっくり絞ります。いや、もうパクさん、さすが今日もキレキレですね。慣れてるでしょ。こんなにスルーされることないですよ。, 笑い声入れとけよ。神玉の方のやつ、これは油になれちゃなるのかな。うわぁ、何これ、ちょっとセクシー。何これ、すごい、エゴマ油のナイアガラよ。笑い声入れとけよ、絶対入れとけよ。見て、一番絞り、エゴマ油の一番絞り、意外とサラサラしてる。綺麗な絵だなぁ、エゴマったなぁ。そうだよ、エゴマだよ。ペロリッチは富山市の方なの？富山市、そうです、富山市です。
テルミッチ好きなご飯は納豆。いや、ごめん、ごまだろ。ペロリッチ、ツイッターやってるの、うん、じゃあ、今日のやつリツイートしてな。サンさんもね。おいら、金かかんだよ。払えんのか。大人が払う。マジで我が子の量。これね、ちょっと後からシール貼って差し上げます。いや、いいもの使いますよ。いいものお金払うって言ってくれる。15万円になります。いやいや、買わねえよ。じゃあ、ぜひ皆さん買ってください。買ってねー。やばい、置いてかれた。数年ぶりに乾杯します。2021年ありがとう。乾杯。乾杯。 Vlog。 あ、うまー。さっきエゴマ油にしたやつ、とりあえずね、簡易にシールあったから貼ってみたら、かわいい。ほんとウスターソースみたいじゃん。これ多分照明があれとかじゃないですか。結構可愛いんだけど。本当？私の中ではいい。あ、さすが白黒ラバー。おー、ラバー。切ってなかった。うん、一つ。わー。まずはそのままで。うん。うまっ。ピントが、ピントが。うまい。ちょっとね、俺らは痛風気味なんです。今日は。おいしそう。一番レベル。これやばい。これジダコのすり身。すり身。のプルプルしてもプルプルプル。ジダコのすり身揚げ。ほらほらね、ほらね、言った通りじゃん。熱いんだよ。熱いって言ったじゃん。おいしいよ。なんかかまぼこまでいかなくてギュッとしてなくて、なんかプルプルしてる。先生、あのここの名物食った瞬間、なんかプルプルしてるって。こんにゃくゼリー初めて食べた子供と同じですよ。あら、またツッコミのスキルある。フルコース、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハイボール、ハイボール、生2つ、生2つ、生2つ、ハイボール、ハイボール、生2つ、ありがとうございます。一番好きなご飯は誰が作る唐揚げが好きなの？まいさんの作る唐揚げ。審査員やったら多分パンさんたち。いや、でもほら好きな人が作ってくるやつが一番嬉しい。いつもあれめっちゃ褒めて。さっきのことも言った。いや、でも生活感がないから嫌だって。でも言われて、あ、確かにそう。うわ、そうなかったな。ベッドが真っ白で、でまずシングルが嫌だよ。いや、でもほら、マットってさ、好みが出るじゃん。だから彼女できたら俺もう一個シングル買うのよ。このやつで並べてキングにするから。なんか綺麗すぎる。なんか汚しちゃいけないよみたいな。汚したら怒る。でしょ。だってベッドルームなんて見られてやるんでしょ。目的が違うよ。いい睡眠取りたいし。女連れ込んでいい睡眠もこともあるか。マジだから、もし付き合う子ができたら部屋借りるもん。絶対その方が彼女のためだね。だってさ、例えば鍵渡してます、先に相手が家来てました、じゃあ仕事帰りのパクさんを喜ばせようと思って料理作っといてくれたっていいんですか。したら多分料理よりも
の先に何をこいつ使ったのかなって、キッチンの全然気になる。でもね、本当どうせしっかり片付けるなそれは相手には求めない。だってできない子だったら求める必要ないじゃん。それは多分今まで付き合った子が死ぬほどゴミ屋敷みたいに住んでたから。おい、一人わかるからやめとけよ知ってる子は違うんだけど、そういう子もいるから慣れてる。なるほどね。昨日有馬県に行った人もあるんですよ。あ、そうなんだ。マジですか。俺さ、雪の中で財布落としちゃった。うわ、大変一生懸命探したんだけど、なくなってた。大変。あの、本当俺1軒目だけ俺出そうと思ってたよ。いや、1軒目は出した。嫌だよ、パクさん。そんなのだって使わないとダメじゃん。それで、昨日スイッチ買った。スイッチ買ったはなくない。それはないんだけど、弁当を。あと、彼女が彼女が違ったとしても、よく5万くらいだけど、100円までだと思ってました。城山中華財布なくなっちゃった。城山中華チェーシティそれから東四十三番もうその辺の四十三でしょ見た今映ってないけど、これもこんなやられたよじゃあすいませんけど、じゃあ一軒目お願いしますか。楽しかった。バイバーイ。